はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、ブランデーですね。はい、ミニチュアボトルのナポレオンです。ナポレオン。値段が、これが30ml しか入ってないですね。うん。量が少ない。これで300円ぐらいだったかな。原産国はフランス。アルコール度数40度。100% 輸入品と書いてあります。うん。ですね。ブランデーナポレオンか。はい。でですね、こちらグラス、Amazon で、テイスティンググラスを買いまして、うん。なんか、モルトウイスキーのうんちゃらかんちゃらっていうやつね。なんか、うん。評価が高かったんで買ったんですけど。ここの口の部分がね、結構薄くなってて、いい感じに、うん、なってます。そして、あとこちら。日華ウイスキーの80周年アニバーサリー日華ウイスキーの、グラスなんですが、これはまあ、なんかついてきましたね。日華のブラック日華クリアについてきたんで。うん。まあこれもね。まあ興味があったら。うん。まあロックグラスみたいなやつですね。うん、ついてきましたんで。まあ。欲しい人は、あれですね。日華ウイスキーの、どっかのスーパーに行けば、売ってるかもしれないですね。それでは、では。よいしょ。ナポレオン。おー。ナポレオン。色が濃い。色がウイスキーみたいだな。まあ、ブランデーってそんなもんか。そんじゃ乾杯。うん。うん。すげえ、ぶどうの香りが。うん。うん。香りがね、ぶどうかな。うん。レーズン。レーズンの味だね。うん。うん。ブランデー。って俺あんまり飲んでない。ブランデー。ナポレオン。ググりましょう。ナポレオン。グランドゴス。ゴシエア。なんだこれ。グランドゴシエアってやつ。ナポレオン。結構ナポレオンって、ブランデーのさ、結局、ブランデーで今ウィキで見たんですけど、いわゆる熟成年数のナポレオンクラスっていう、蒸留後最低でも7年を経た原酒を使用したもののみ表示可能って書いてあるんです。だから、そういうことなんでしょう。てか、そうだ。よく考えたら、ブランデーグラスがあったんだ。ブランデーって、こういうなんか、こうやって持ってさ、チューリップ型のこういうやつ。こうやって持って飲むやつで、だいたい飲むんですよね。体温で温めて、それでなんか、温めるといい感じになんかうんちゃらかんちゃらってやつね。同じナポレオンと名乗っていてもメーカーによっては価格に10倍以上の開きがあり、品質にも雲泥の差があると。なるほどね。大抵無名のブランドのナポレオンなどは2000円前後で箱なしや粗末な瓶に入って売られていることも多いが、これらの多くは蒸気の規制のないフレンチブランデーであり、必ずしも長期熟成を経たものではないので、注意が必要であると。だそうです。ということは多分これは、その類ではないかと思われるんだが、まあ、たかだか、300円でのやつだからな。せいぜい一瓶2、3000円ぐらいのやつだろう。おそらく。でも、ブランデーもうまいな。なんだかんだで。これどこのメーカーだ大体。フランス。なんかグランドゴシエアって書いてるけど。これでグルか。グランドゴシエアってくぐります。グランドゴジェ。グランゴジェ。グランゴジェらしいです。どうやら。高え。9000円もすんだけど。ヤフオクじゃねえや。楽天市場でこれ、700ml、なんと9,524円。たっけー。たっか。マジで。あ、やっぱそうだわ。見た目も、ほぼ同じ。はあ。あれあれあれ。これだ。完全にこれだわ。グランゴジェ。グランゴジェ。ナポレオン。まだ新しいやつなのかな。そう考えるとなんか美味しく思えてくるね。グランゴジェ、ナポレオンミニチュア。あれなんかこれ、このミニチュアボトル1234円で売ってるところあるんだけど、こんなに高かったっけ？嘘。俺そんな高く買った覚えないぞ、これ。400円ぐらいだった気がするんだけどな。あれどうだったかな。わからん。確かにね、結構ね、あれですね。あ、グランゴジェ。フレンチブランデーって書いてあるんですね。ちょっと安いブランデーってことか。安いにしたって、ちょっと、値段高えぞ、それでも。あ、フレンチブランデー、フランス産のブランデーの総称だって。なるほど。なんだ。そういうことか。結構ね、ぶどうのね、ワインみたいな香りするね。でも飲んでみるとすげえ、全然違う味がする。うん。ただ、って感じだね。でもやっぱ高いですね。やっぱ1万円ぐらいするわ。1本。一本1万円ぐらいするみたいだね。はあ。高いな。まさかこんなに高いとは思わなかったな。結構変わった味の、てかブランデー、今まで安いブランデーしか飲んでないから。こんな高いの飲んでも、全然、うまさがわからないね。まあ、これはちょっと、わかんないね。うまいのかっていう感じなんですけど。正直飲んだ感想としては別に、うまくはないなーって。まあ、まずくもないけど、うまいとは思わない。ですね、これはね。グランゴジェ。グランゴジェナポレオン。イニチュア。マジで1234円とかするんだけど、高っ。これ1本で、そんなにしたかな？俺そんなの買うかな？買うと思えないんだけどな。1234円、30ml でさ、1234円だぞ、これ。俺多分今まで飲んできた酒の中で一番高いのを飲んだのかもしれない。ガチだ。本当に。今度また見てこいよ。こんなにしたかな、俺な。こんな買った覚えないんだけどな、こんな高いの。マジで。まあ確かによく考えてみるとね、700ml1 万円するわけだからね。そういうことを考えると、確かに。すごそうなブランデーということでね。800円ぐらいしたかな。覚えてないな。まあいいか。とりあえず。とりあえずいいや。まあ、別にうまくはなかったんで、個人的に。香りはちょっと強いかな。3343です。ご視聴ありがとうございました。